辛かった。その回が一番得票してるんであれば、うん、もうホラーじゃなくていい。いや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 、まあ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 、いいじゃないですか、ここはね。そうですか。うん。というので、とりあえずランキングの発表は以上かなと思うんですけども、振り返りのコーナーに、はい。ありますが、せっかく皆様からいろいろとメールを頂戴しましたので、得票数だったり、あとコメントなどを使って、半年間を振り返っていきたいなと。思ってるでしょ、その、ホラー、やらなくていいんじゃないのって。思ってるよ。ただただ、メールのね、得票数とかを見ると、いろんなことがわかると思うんですよ。これなんかちっちゃい票があるね、もはや。ちょっと言うなよ、それ。次のページ。ゲーム別の得票数を集計してみました。やっぱり1位はパワーリーグなんですけど、はい、もう2本あってね、ワンツーフィニッシュ決めましたからね。そうだね。すごいよな、マジで。ああ、サイレントヒル割れたんだ、じゃあ。いや、割れたんですよ。サイレントヒル3は2位なんです。うん、ゲーム別で見ると。魔女の家ね。魔女の家ですね。あと、まあ、ミリオネアが続いて、ウルベイは1本だからね。すごいよね。それもすごい。うん。あと、まあ、元老院系に入れてくれる方もね、いました。おっさん二人が喋ってるだけですけどね。おっさんじゃないけどね、俺は。そうですよ。そろそろ過労臭対策をし始めてる。そうかい。カットするかい今のところ。大丈夫かい大丈夫だよ。大丈夫かいあとはハーメイスタ2も一票だけ獲得してましたね。すごいね。ちなみに。西美濃で最初だからっていう。うん。最初の動画じゃない方が獲得してる。あれあれそう、パープロが一票も集まってなかった。ああ。うん。まあまあ。まあ、だんだんに面白くなっていったっていうことかもしれないですけどね、うん、野球ゲームね。次。部門別の得票数で、三本柱立ててますね、我々に見るのはね。野球ホラークイズでどういう結果になったかというと、やっぱりですね、こう見るとホラーが、でかいね。ですね。だから、ガミが頑張ってる会話あったってことです。パート数だけの問題じゃなくてか。もっといっぱいクイズやったらクイズが伸びるんじゃないのか。理由をつけてね、ホラーをやめたがっているんだろうなとは思いますけども、こうやって結果に出てくるわけですよ。頑張りですよ、君の。怖いんだって。ただやっぱ野球が強かったなってね。こう見ると、クイズ。多いっていうね。ちょっとだって、撮ってるのにあげてないんじゃん。ミリオネアしかやってないからね。そうなんですよね。ちょっとこのままだとお荷物部門だなっていうところが否めないので、ね、うん、なんか考えたいんですけど ね、企業的には切り捨てるか、そこをどうにか修正して、まだ切り捨てるにはね、早いですよ、うん。クイズ部門ちょっと手こ入れを考えていきたい。まあ、赤字続きで困るからね。ちょっとね、クイズをね、力入れていきたいですね。下半期は。ということで、部門ごとに、どういうコメントをいただいたかなっていうのを見ていこうかなと思うんですけども、クイズ部門の忘れがたきシーンたちということで、もらったコメント。はい。発足ミーティングもね、票をもらっていたよ。群馬の一部の下りっていうか、下りっていうかって感じだけどね。これあなたが言い出したやつです。そうだ、ああ、そうだ、長所と長考って言ったわ。意外に三国志トークがね、票を集めたりはしてた。まあ、三国志が好きな人なんだろうな。じゃないと。好きな人には、そうだね。楽しいかも。わかんないもんね。なんか俺、三国志のさ、ガミの、2015年ガミの奮闘みたいなさ、ガミを笑わすためだけに俺は、あれを用意してる。あれか、慶州の、慶州に俺と、美宝と詩人がいるやつな。俺は別にこれを見てる、皆さんを笑わせようとして準備してるわけじゃない。ガミを笑わせるためだけに用意してる。ガミが笑えば成立するじゃないですか。俺とガミが話して、どっちかが笑って、それで一応成立する、その場は。うん。俺何でも笑うじゃない。そうね。これ言われれば。うん、ガミを笑わすために俺はいろいろ苦心してる。別に、まあまあそうですね。面白くなきゃ笑えないですから、ね、それはそうですよ。あとはミリオネアのパート1。パート1がね、一番。ゾノ会以外だと、パート1が一番票を集めてたかな。うん、響きで突破モンタサーキット。もう覚えてない。なんで覚えてないんだ。俺一応モンタサーキット担当だ、まあ。イタリアっぽいとか言ってイタリアにしたやつだっけ。そうだね、そうだね。
パート2、テレホンで5人目の戦士青木さんが登場した際の中学生みたいなノリ。あんまり覚えてない、ね、全然覚えてない。そんなに中学生みたいなノリを醸し出すことはない気がする、ね、うん、大人のなんか重厚さ、大人の色気ですよ色気、大人としてのエロスを感じ取ってほしい大人としてそうですはい。クイズ部門のパート4は何も集まってなかったってことですね。はい、コメントね。クイズ部門今後の展望について話したいんですけども、先ほど話したようにお荷物部門と言われないようにテコ入れをしていこうかなと。しましょう。すでにね、隠し持ってるからね。そうですね。クイズゲームちょっとやっていきますね。ミリオネア以外をね。さあ、次の部門ですが、野球部門です。野球部門は、ファミスタ2、君がヒーロー編を一票集めてたやつ。はい。神様に対して監督が全くにっこりしないシーン。何の話？君がヒーローってあれか。君がヒーロー、オリジナルで選手作って。なんか作ったやつだ。で、作った選手を既存の選手と交代するときに、うんうん、その、オリジナル選手の方が能力が高いと監督が笑うんです。微笑むんです。そんな仕掛けだったの？そんな仕掛けなんです。神様に対して、こう言われると面白いけどね。これは神様能力が低かった。低かったんでしょうね。これは、うん、気に入らなかったんでしょうね、監督が。これからに期待ですよ。成長性にね。今後の展望としては、野球は、まあ今まで通りに継続して対戦動画を作っていくのと、あと同時にですね、新しいことに挑戦してみたいなと思っており、はい、なんとなく俺の頭の中にはイメージがあるんです、ね。そのイメージ俺まだ聞いてないですね。もうちょっとね、試した。パワプロのサクセスを試してみたんですね。頓挫したやつね。あれ頓挫なんだ。あれは頓挫ですよ。あれは俺結構好きだった。そうかい。パワプロ7のサクセスを二人でやったんだよね。うん。なんでやめたんだっけ？全然練習しないの。練習できない。なんかバッドイベントばっかり起こって、練習できなくて、監督の評価も上がらないから試合に出れなくて、ガミが淡々とストレッチをする。俺は面白かったんだけど、ガミがもうやりたくないって言い出して、本来して、ね。こんな選手ではモチベーションが上がらない。まあそっか。二人のね、モチベーションが保てないとね、ちょっとできない、ね。週のうち半分ストレッチしてるやつ嫌でしょ？ずっとストレッチしてたね。ずっとやってた。ストレッチと、ポジティブシンキング的なやつ。体力、休んでも休んでもすぐ削れていくんだよな、そうそうそう、イベントで。鍛えようとして走り込むと怪我をする。もうダメでしょ。うん、まあね。野球選手としてはダメだね、それね。っていうのがありましたが、まあ他にもいろいろね、サクセス以外にもね、野球ゲームはいろいろとやっていきたいと思います。次、ホラー部門、サイレントヒルバージョンという。で、サイレントヒル、まあ割れたんでいっぱいコメントを集めてるんですけど、すべての始まり、パート1ですね、これ。はい。すべての始まり、ガミ君が騙されてしまうシーン。そうね。ドラえもんをやるとノコノコやってきたガミさんが、実は騙されていたと知らされる場面。うん、しっかり録画されてるからね。そうだね。俺は騙すつもりはなかったんだけど、ね。騙されたよ。あとは、初バトル勝利おめでとうのシーン。これ字幕的に懐かしいねっていうのがあるのかもしれないですけど。あと、ヨウの発明。ヨウが大好きですっていう人から。ヨウが大好きヨウが大好きです。最近あんまりやってくれないので寂しいっていうお便りが。ああ、それはよかった。最近やりましたよ、ヨウ。やったっけ？やったやった。ほら、サボテグロン。ああ、そっか。相手に。やっぱサボテグロンって言うんじゃん。あ。まあいい。ヒルカメレオン。うん。次ですが、パート2。パート2はね、割と前半のハクビだと思っていて。はい。まあ、負けバトルで死んじゃうシーンですけど、ね、サボテグロンとの対戦と雲のシーン。まあ、初戦ですよね。うん、恐怖のあまり、キャラクターを死なせようとする人を始めてみました。死んでくれればさ、休める、俺は、ね。等身自殺を試みていたね、うん、雲のシーンでね。そうだね。あそこは笑ってしまうな、俺は。今だに。パート3、何もしてこないサボテグロンに対してちょっかいを出したガミがビビらされるシーン。ね、鉄パイプで叩いたらこっちを向いたわけですから。次いきますよ。パート4。これね、ああ、なんか、ちょっと、切れちゃってるね。このメールの人ね、ちょっと特殊で、はい。一人で、なんか友達の意見も含めて、うん、3人分ぐらいの投票
向こうで集計してくれたの。そうそうそう、なんか取りまとめをしてくれた人がいるんだけど、友達、その友達が特撮が好きで、ガミさんがあのサボテグロの命名の回なんですけど、そうだね、ガミさんがあれをサボテグロンと言った時に、全然サボテグロンじゃないんだけど、ガミさんにはあれがサボテグロンに見えるのか、感性が違うな、さすがだと思っていたらしいのですが、後でインターミッションを見て、よかった、普通の感性の人だったって思ったらしいです。じゃあ、あれ、ヒルカメレオンには納得してくれたってことかな。納得はしてないんじゃない。俺はね、実は仮面ライダーはそんなに通じてないので、わからなかったんで、とりあえず聞き流してたんですけど、はい、違うよね。わかる人に言うのはわかるよね。大多数の人が多分聞き流してると思う。そう、ね。サボテグロンのところね。わかる人にはわかるよな。サボテグロン知ってる人だけは首をかしげてたのかな。そうですね。なんか、はっ、はってしてたもんね。しゃぶしゃぶ屋でね、君はね。次、パート8。冒頭、コントローラーが燃えたシーン。これ名シーンかっていう。事故だからね。他にないのかっていうのは言いたいけどね。危なかったね。これ一番かっていうのは言いたいけどね。男の顔になったなの1秒後に絶叫して撤退するシーン。覚えてないです。これ俺めっちゃ覚えてる。これ一番好きです、俺、サイレンジ。あのね、駅で、うん、駅を探索してて、はい。で、犬をほふるのね。おう、ああ、駅のホームに犬いっぱいいたね。そうそう。で、俺が褒めるんですよ。うん。ちょっとでもやる気を出させないといけないと思って。とにかく俺はガミを褒めていくっていうのを意識してたんだけど、序盤は。男の顔になったなって言った途端犬が2匹くんですよ。で、甲高い悲鳴が。あ、ちょっとそんな情けないシーンがあったかどうか定かではないですけど、ね、早いのよ本当に。男の顔になったなから犬が来るまで。すぐ来るのよ犬が。あれはね一番好きですね。俺は今んところサイレントエロスより好きですね。次パート13ちょっと飛びますね。人形の首が落ちて神さんが小声でどうするんだよというシーン。これも結構好きですか？人形の首が落ちたのを覚えてますね。あれ怖かった。どうする？やっぱ怖いとこ覚えてるね。あとは、稲葉さん。俺の地図全然わかんねえわ。さっきトイレに行ったから、うんこって書いてある。ってとこです。これ意味がわかんないんだけど。俺行った。お前行ったんですよ。お前メモにうんこって書いてトイレ行ったんですよ。変な人じゃないですか。わけわかんないサイレントヒルさ、次のステージ行くと最初マップないじゃない、うんうん、マッピングしといてって言ったのに。したね。お前なぜかうんこって書いたの。多分あれだよね。ペンが出るか出ないかを判定するためにうんこって書いたもんね。出ないペン多いからさ、うち。ね、試し書きにうんこって書かない。うん。ここでも俺は他にないのかっていうのは強く言いたいですけどね。もっとあるはずだぞっていうのは言いたいけど、ね。もうちょっとあると思うよ、俺も。次ですね、パート18。西見の88日のマスコットキャラクターの素案公開シーン。あったね、お前が目ざとく見つけちゃったやつだね。うん、あれ笑うでしょうよ。ガミさんがイラストを見つけて笑い出すところからの下りが本当に好きです。でもサイレントヒル全然関係ないとこで笑ったからね。ガミの頑張りは、ガミの頑張りはあんまり、もう頑張って当然みたいな感じになってますからね、18まで来るとね。ね、うん。頑張りが当たり前だとしても、その頑張りを認めてもらえないと、やっぱ溜まるものはあるよ。え、ね、そうだよ。本当にそう思うよ、俺は。そういうことだよ。仕事も一緒ですよ。こんな雑なやつ。票を集めてしまって申し訳ないなと思いますけどね。あと20。唐突な俺が死んで悲しむのは借金取りぐらいだ。全然覚えてないです。覚えてないのこれ。お前が言ったんだっけ？俺が言ったんじゃねえよ。お前が。ダグラスが俺が死んで悲しむのは借金取りぐらいだっていうセリフを言ってて感銘を受けたんですよ。君がかっこいいな、俺もらっていいかなですぐ使ってた。全然関係ない、全然覚えてない。早かったよ。いや、言うの覚えた名セリフとかすぐ言いたくなっちゃうからね。覚えてないだろもう。他に 今思い出したかな。今思い出したかよ。パート22、動画の最後のヘザーさんのさよならのポーズのところ、うん、俺もここ他にないのかっていうのは言いたい。でもすごい珍しいさ、セーブポイントじゃなく終わったパートだからね。階段で終わったんだよね。パート1ってここぐらいでしょ、セーブじゃなくて切ったのって。そうかもしれないね、確かにね、うん、さよならのポーズ人気だったらしい。そうです。パート23、
3時28分事件。覚えてる？覚えてる？大の大人が二人いるのに、二人して時計が読めなかったシーンです。これ、鍵だかトランク開けるのに数字がいるやつでしょ？トランクの鍵だよね。で、その時計の数字にするのに、うん、二人して5分ずらして読んでたやつでしょ？二人してっていうか。二人してだよ。自分だけ逃げるなよ。あれ、本当に俺ガミの話聞いてないんだなって思って、ちょっと悲しくなったんだけどさ。ダメだよね。ちゃんと自分の目で見ないとね。そう。開かないんだ。テレビ見て俺の話聞いて、自分でも考えてほしい。さすがに時計じゃないか。あからさますぎるよなって言ってたけど。そのまま時計まんまでした。そうですね。これで終わりかな、サイレントゲーム。で、魔女の家に入るわけですけど、魔女の家。あのね、ガメさんにはちょっと言いづらいんですけど、はい、パート1からパート4が全然票を集めてなかった。俺、頑張ったのに。パート1が1票を集めてた。だけ。やっぱね、音だよ。音だと思うんだ。音が悪いから。音声がね、失敗してるんですよ、ね、うん、この日。魔女の家、まあクイズミリオネアもボツにした理由はそれなんだけど、うん、とにかくね、声張ってないところが本当に聞き取りづらくて、声張ってるところは聞こえるのよ、君の悲鳴とか。これ見てる人も聞きづらくて、うん、なんとなく敬遠しちゃうのかな。かなーって思うけど、俺も編集してて、うわーきついなーとは思ったけど、さすがにちょっと無駄には、できないの。ミリオネアだったらいいけど。そらそうだよ。ミリオネアだったらいいけど、さすがに、これだけ魔女の家、やらせといて、お蔵入りはガミがかわいそうすぎる。そらそうだって、頑張ってね、あの、音が薄いところは本当に、そこだけ切り取って、そこだけ倍率をさらに上げたりして、めっちゃ時間かけて編集したんだけどね。そこは、お疲れ様です。まあ、ちょっとは、ね。それなのに、票を集めたパワーリーグ。魔女の家。終始声張ってたからね、パワーリーグ。パワーリーグはだって。ねえ。珍しく俺の調子が良かったし、ね。収録だったんだけど。ちょっとマイクの使い方に慣れてなかったな。で、パート5の表です。女性の家に追いかけられているとき、ドアを開けようとして、開かない開かない兵士から射殺されるシーン。うん。初見ではないのに初見と同じリアクション。うん。射殺シーンの悲鳴が大好きで大好きで、この悲鳴魔女の家で一番だと思います。俺もね、大好き。ガメさんがびっくり箱に何度も、ほっと声を上げているのを見て笑い転げます。何回もね、引っかかるんですよ。あのね、違うんですよ。なんか、俺が来るなって思ってるタイミングと違うとこで、ぐるーんって来るから。ねえだ。なんだよ。なんかあの、ボタン押したら来るかなと思いきや押す前に来たりとかさ、押したら来るかなと思って押しても来なくて、離れたら来たりみたいな。何がすごいって、これ取り直しっていう。初回含めるとびっくり箱とあの兵士に何回やられたかわかんない俺。そうだね。ちょっとね、この日あの、パート5、この日じゃないや、あの、ボツになったパート5、うん、伝説のパート5の方は、割と面白くて、ガミがね、あの、森進一のモノマネをするっていうシーンがあったんですけど、したわ。したでしょ。した。森進一のモノマネのシーンも、あんまり音声が良くなくて、意味がわかんないんですよね。残念だったなと思ったんだけど。あのね、ミリオネアの流れなんですね、うん、そこね。そうだね。ミリオネアで、森進一の問題が出て、で、なんかモノマネするんだよね、画面。するね。したわ。で、それが終わった後に、魔女の家を撮っていって、うん、なんだっけ、なんか面白い感じで読めば明るくなるんじゃないかな、みたいな。俺が言ったら、うん、画面が森進一のモノマネをしだしたんだよね。そうね。でね、あの、何でも笑うとされている俺がね、そこだけあんまり笑ってないの。笑えよ。笑えよ。そこだけね、割と引き気味っていう、ね。なんだよ、クオリティの問題かい？ちょっとそこだけね、惜しいシーンだったなっていうのはありますけどね。裏話でした。パート6。恐怖のあまり、早く死んでくれと死ぬことを懇願し始めるシーン。あの、骸骨の。ああ。覚えてるか。はいはい。ん？あの、一階のさ、キッチンのさ、うん。ああ、奥にある骸骨。はいはい。肋骨から、あ、そうそうそう。箸を取った。あそこのだいぶ来てた。来てた。あれ一番来てたね、多分。5秒 !5 秒のシーン。あれはね、俺も好きなシーンの一つですけどね。
好きなシーン多いですけど、ね、早々に諦めたやつでしょ。もう無理だって。5秒は短いよ、ね。短いよ。わかる、確かにわかる。5秒は、まあ、ちょっとミスったらもう諦めざるを得ないけどね。うん、ただずっと5秒5秒っていうのはどうかなとは思いますけども。慌てちゃうからね。次、パート7。謎解き後の高音すぎる絶叫。終始余裕しゃくしゃくと進め、最後の最後で甲高い悲鳴。パート7は割と何もなかったんだよね。びっくりポイント。パート7はね、そう、びっくりポイントなくて、むしろ謎解きを、割とね、スススススって解いていく感じなんですよね、うんで。もう覚えてますよ。画面余裕なんだよね、今回ね。ウィーの画面全然絶叫してないけども、みたいな。言ってんだけど、最後の最後で、マップを移動して切り替えても追ってくる。骸骨ね。やられた。あれは良かったな。あれはやられた。あれはね、構成の妙だよね。誰の構成なのかわかんないですけどね。パート8。暗い部屋での絶叫オンパレード。最高です。うん。ですって。うん。みんな好きなんだよ、だから。画面を。泣けんでるところ。ぞ。あと何年出るかわかんないぞ。暗い。結構出る気がするね。暗闇での甲高い。もう、なんか、この辺から俺らがさ、その、ガミの悲鳴の高音さについて言及し始めるんで。そうね。結構表もね、甲高さとか、声が高いところにね、着眼しているようなものが多かったんですけどね。ガミさんがものすごい速さで帰るシーン。覚えてる。覚えてる、うん、あの、小瓶の効果を見た途端にだよね。うん、バラを枯らすって書いてあって。早かったね。多分ね、戻るところはね、全、ノーカットで全部見せてる気がする、俺。だいたいカットするんだけどさ。うん、あそこはね、よかった、なんか。ガミのね、なんかそのワクワク感っていうか、もう帰れるんだっていう、その、何か、そうだそうだ、ポジティブな何かが伝わってきて。やっと終われると思って戻ってんだから。あれはいいシーンですよね。可愛い小瓶を手に入れた後、玄関で絶望するダイトとか。ねえ。そこもね、絶望が伝わってきていいんですよ。いいシーンなんですよ。次、パート9がラストですね。もちろんいいよね。ラストオフパートの叫びながら逃げ惑う様子はニヤニヤしながら子供たちと楽しみました。7歳と4歳の息子たちもガミ君頑張ってと応援しています。です。お母さんから。親子で見てるようなもんじゃないよ。素直に仮面ライダーでも見てればいいじゃない。ドライブ頑張ってって言ってた方が全然いいって。ドライブなんだよ、君は。どっちかっていうと。おお。子供たちにとってはね、この7歳と4歳の息子にとっては、仮面ライダーと同じような存在なんですよ。バッタバッタとこう、なぎ倒してわけですよね。なぎ倒されてないかい？どっちかというとハクション大魔王的な感じじゃないかい？ハクション大魔王だと思いますけど。あとは、少女授与のシーン。二人の仲の良さ、距離感、うん、温度差を絶妙に表している名シーンですって。あの少女ね、まだ乗ってますよ、車に。おろせ、額縁にか入れて飾れよ。もう額縁に入れたら額縁かびてくんじゃねえかなっていう。お前まだ車の中あんの？車の中だよ。車に誰か乗せないの？後ろに荷物置きがあって。あれ見つけられたらどうすんの？あれガミさんこれなんすか？まあ確かに、確かにね。開けないでしょ、トランクとか普通。あ、トランクか。トランクに入って。出せよ。トランク開けないでしょ？自分でも開けないんですよ。そうかい？つか。残念だな。うん。パパっていう。パパが来てたとか。うん。まともな人間に会えた安堵感が伝わってきます。もうね、まともな人間出てこないからね、あのゲームに。そうだね。という感じですね。見てきましたが、ホラー部門の今後の展望ですが、はい、当面は、サイレントヒル3を頑張っていきましょうと。クリアに向けて頑張っていくとして、魔女の家の最終回についてちょっと話をしたいんですけど、はい、なんか嫌そうな顔してますね。してるよ。魔女の家、うん、我々が見たのってノーマルエンドなんですよ。いや、それはどうもしなきゃいい。はい。ですよ。ノーマルエンドを見れたんですけど、実はある条件を満たしてクリアした時に見れる新エンドがあるそうなんですね。で、俺は知ってたの。うん、魔女の家はマルチエンドだっていうのは知っていて、うん、多分、普通にクリアしたら言われちゃうなって、う
新エンドも見たいっていう風に言われちゃうなって思って、うん、策を浪したわけです。俺はできるだけ感動的なエンディングにして、ガミを気持ちよく、ガミを気持ちよく、むせび泣かせて、で、見てる人もむせび泣かせれば、新エンド、さらにこの上新エンドとは言われないかなって思って、俺は手書きでね、賞状をね、作ったわけなんですけど、力を及ばす。ものすごい言われました。知ってる。知ってる。ちょっと、ダメだったな、あの、賞状授与のシーン。コメントのほとんどが、新エンド。そうだね。トゥルーは見ないのみたいな。お疲れ様でしたみたいなのなかったね、あんまりね。うん、どうしよっか。悩んでんだけどさ。うん。あの、魔女の家のさ、クリアした時の感想を言わせるところがあるじゃないですか。はい。どうでしたか、ガミさん。クリアできましたねって俺が。不審。うん。あそこで君が何て言ったかっていうと、いやー、これで魔女の家をやらなくて済むと思うとよかったです。ひどい、ひどいコメントをしてるのね。本音が出ちゃったかな。俺がね、フォローしないといけないんだけど、うん、俺もね、もう、賞状を渡せたことによって満足しちゃってるから、そっかー、みたいな感じ。別に。ちょっと残念な地名な感じになってましたけど、マジの家は。で、新エンドを、たとえね、見たとしても、ガミの感想が変わることはないと思う。もうこれで、マジの家をやらなくていいと思うと、よかったですってまた言う気がしていて。多分、見たらスッキリする人はスッキリするはずなんだけど、ガミは、これスッキリするタイプの人ではないんだよね。ちょっと、やるにしてもなんかやり方考えないといけないなって思ってて。あなたやればいいじゃん。俺がやるか。うん、俺後ろでバナナ俺飲んでるから。この形でやるかなーというのは俺も思ってるんだけど、ちょっと、まあ考えますよ。やるかも。ぐらいにしていて、まあ。きっとやらないよ。どうかな。やらないと思ってもらって。そうですね。結構です。うん。以上です。お長くなりましたよ。どうしよう。53分。この後も撮るのかい？そうだね。サイレントヒルをやるよ、今日は。結構バナナ俺飲み干す勢いで途中で水分補給してるよ。1リットル飲み、もう飲み干しそうだね、もうね。あの、ずーって言い出してる。いやー、長くなるだろうなとは思ったんだけどさ、だって6時間かけてこれ作ってるわけですから、このエクセル。仕事だもの。ねそうね。長くなったと思いますが、これにて第1回の半期決算報告を終了いたします。来年の4月にね、また同じような半期決算。下期の決算が。うん、できるような実りの多い。実りがね、薄かったら俺はやんないから。決算する必要もないな。持ち越すから。実りの多い半年間が送れるといいですね。そう願いましょう。はい。ありがとうございました。さよなら。さよなら。